とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここのクエストやっていきます。歪んだ森ですね。デイリーさんです。モブ速度が 50% 増加して、遠隔がゾンビになる。で、プレイヤーは衝撃波をつけてる。ですね。で、報酬がアーティファクトとなってまして、ブラストだけか、パワーシェイカー、そしてキノコ、どれかが出ます。もう一個なんかハズレがあったんだけども。まあ、その三つのどれかが256だったら嬉しいですね。で、装備ですけども、これでいきます。ホークブランド、そして au のアーマーの無防ですね。無防がついてます。で、ネバネバの弓に、羽、森の矢筒、キノコ。です。森の矢筒じゃない方がいいかもしれないけども、まあこれでリフレッシュが効くので、いいかなと思ってやっていきましょう。やっぱ矢筒が1個でも装備してると、うわ、あぶね。復活しないんだよね、あぶね。ちょっと待って、これ異常じゃない？なんでそんな変、ああ、まあまあまあ。ウィザースケルトンか。いやいや、異常なこと言ったよ。いきなりやられた。まあまあ、無謀つけてますからね。ある程度のダメージっていうのは、まあまあまあ、覚悟はしてたけど、にしてもちょっとひでえな。トゲか。トゲだよね。うん。おい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 。ちょっと待って、これ。まあ、そうそうね。無謀で、攻撃力が増えてるところに、トゲのダメージだから、あ、そうか、痛いんだ。めちゃくちゃ痛いんだな。これ結構きついな。ああ、意外と余裕かと思いきや、あ、これ全然余裕じゃない。なんでも変更。いや、無理っしょ、これ。これ、ネバネバやめた方がいいかもね。うん。ちょっとネバネバの弓はちょっと向いてないな。オッケー。でもまあまあ。見てみましょう。うわあ、怖い。きつい。いや、まず無謀が向いてないんだ。うん。このクエストとの無謀の相性が悪い。危ねえ危ねえ。トゲが、でもトゲがもともとついてるとこじゃないしね。めちゃくちゃ痛い。オッケー。まあ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 、行ってみましょうや。ちょっと。ちょっと耐電とかもえぐいって。デスバーター入ってるんで、まあ、頑張っていきましょう。よし、オッケー。エンチャントの敵があまり来なければ、全然余裕だと思うんで。どんどん進みましょう。これボスいたっけな。どうだろう。なんかガストがいたような気もするんですけども。オッケー。ああ、エンチャントの敵さえ来なければ、もうぴょんぴょんしてるだけで勝てるね。余裕で勝てる。よし、オッケー、進みます。お、強制戦闘がまた来ましたね。あ、でも、ボス、いや、違う、なんかこういうところじゃなかったもんな、ボスって。多分この後に、強制戦闘が、来るかな？あの、ボスの。とりあえず、まだあと1回やられていいので、大丈夫でしょう。うん、でもやっぱね、常にポーションバリア耐えてないとやられる。うん、攻撃力が
やばすぎるよね。別に敵の攻撃力が上がってるわけじゃないんですけども、すっごい痛い。なんでだろう。無謀だからだ。無謀だからだ。無謀だから痛いのよ。 OK。 まあまあまあ、多分もうクリアだとは思うんですけどね。あとね、このエンチャントのやつがね、来なければぴょんぴょんしてるだけで全然勝てるんだけども。あぶね。あー、もうデスバーター使っちゃった。もうやべやべ、ここ絶対やばい。やぶね。おーい、ここ、きついぞ。よし、オッケー。ここはきつい。オッケー。あ、そうか、虚無とかも入れられたらちょっとまずいんだな。そうね、虚無はまずいね。うわ、めちゃくちゃ減る。むちゃくちゃ減る。オッケー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 。変なやつ来んなよ。あまり前に出ずにしっかりと処理していくようにしましょう。オッケー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 。そうすれば、おおお、終わりか、そろそろ。おキャプテンはやっぱりちょっと中の方に入らないといないっぽいね。うん、わざわざもうここはキャプテンは倒さなくていい。オッケー。ああ、これでクリアじゃない。うん、これ確かここのこれね。急げ。あ、ちょっと固まるなって。もう、あ、もうこいつがいると、あいつがいるとちょっと、もうすぐ逃げちゃうから、これ嫌なんだよな。あ、でもネバネバで、いや、逃げるな逃げるな、いける。あれ、ちょっと待って、なんで、なんで消えた。落差ダメージかな、落差ダメージでやられちゃった、もしや。あ、もう早いって、ちょっと早い早い、本当に早い。あ、ええ、なんでえ、わからん。鍵持っていくけど消える。え、別にダメージ受けてないでしょ。バグか、なんか鍵がすぐ消えるんですけどね。持ってるよね。おー、いけたいけたいけた。なんだったの。まあ、何かしらダメージを受けてたんでしょう。いやー、最後かこれが。まだあった。オッケーオッケー。ボスは多分これ出ないわ。ここは出ないと思う。うん、まあ、出たとしてもガストなんで大丈夫でしょう。オッケーオッケー。ちょっと減るわ。でもエンチャントの敵がいないんで全然大丈夫。オッケー。エンチャント来んなよ。エンチャント来なければいける。多分これでおしまい。はい、オッケー。いや、無謀はやっぱきついわ。報酬見て終わります。それでは頼む。256。あ、うーん、まあ1上がった。1上がりましたわ。キノコは出たよね。もともと持ってたのがこっち、253。一緒か。継続持続時間は一緒ですけども、まあパワーが1上がったので、
いいでしょう。OKOK。まあ、できれば255ぐらいが良かったけどね。うん。まあ、キノコが一つパワーアップしました。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。